どうも、キューニー F です。本日はですね、こちら、銅色クワガタですね。本日はね、こちらの産卵セットをね、組んでいこうと思います。で、こちらなんですけど、もうペアリングはね、終わっております。一週間ほどね、同居ペアリングして、それからね、産卵セットを組める状態まで持ってきております。でもね、ちょっとこの種はね、苦手なんですよ。うちに来て2代目なんですけど、1周回したんですけど、4匹ぐらいしか取れなかったかな。で、その中で1オス2メスっていう感じでうまく帰ったので、まあ次世代チャレンジできてるんですけど、正直ね、よくわかっておりません。なんで成功したのかってね。そんな感じでね、不安が残るというか、幼虫飼育自体はそんなに難しくなかったんですよ。で、前回ね、最初に返した子たちなんですけど、成虫のね、寿命がね、ものすごく長かったです。なので、浮かずれとかもそんなに気にしなくていい、ものすごい飼いやすい虫なんですけど、取れない。よくわからない。一般的なセットで組んでは見たんですけど、ちょっとね、よくわからなかったんですよね。で、まあ、今回もね、よくわからんなりにね、また組んでいこうと思います。まあそんな感じでね、ちょっと不安は残りますけど、次世代、しっかりね、産ませていこうと、心の中では思っております。それではね、やっていきましょう。こんな感じの虫でーす。はい、じゃあ用意するのはね、ちょっと粒子が小さめの、微粒子マットになるかな、これは。めちゃくちゃきめ細かいわけじゃないけどね、まあ、それぐらいのマットかな。はい、はい、ではね、産卵セット組んでいきます。ちょっと今回は少し軽めに組んでよう。軽めに押さえて様子見てみよう。こんな感じね、こんな感じでね、少し軽めで様子見てみよう。これで様子見てて、見て、しばらくして、ダメだったらちょっと考えよう。前回もとりあえず塁台はつなげることできたけど、ようわからんまんま、数もあんま取れてないしね、ようわからんまんま、まあ次世代つなげたって感じだったんでね。やっぱ、やるからにはたくさん取りたいよね。ちょっとね、今回はこれでやってみます。名前がしてこ、水苔、水苔ね。餌、餌、よし。で、メスで、引き続きね、もう一匹いるんですよ、メスがね。じゃあね、引き続き、オスメス同居させていこう、と思いますね。今2匹いました。1オス2オスいるとね、こういうこと、1オス2オスじゃね、1オス2オスじゃ、3オスじゃ。1オス2メスいるとね、結構こういうね、安心したいセットが組めるんだよね。はい、といった感じですね。ではね、ちょっと自信ないんでね、まあ、卵取るときに卵が取れたら、さっくん動画にしてると思います。産んでることを期待してね、今日はね、ちょっとこちらの方を暴いていこうと思います。それではね、やっていきましょう。よっ！はい、じゃあね、中身からまず取り出していきます。成虫の姿は見えないですね。あ、いった。いった。メスはね、まだ健
材です。とりあえず何かの入れましょうか。さあ産んでるかな。はい、じゃあね、ひっくり返していきます。こんな感じでね。パッと見卵見えないね。はい、じゃあ探していきます。あったよ。いや、怖い。はい、こちら同位6羽型の卵です。寄せれる、結構寄せれるね。こんな感じね、ちゃんと取れてました。産んでましたね。よし、ちょっと、あー落ちた。何やってんだか。よし、まず1個。まずは1個。よし。2個目発見。そんなにたくさんは産んでないね。3個目発見。はい、3個目。はい。どうやってセット組むのが正解なのかな。水分量が多めとか。あ、あった。ポツ産んでんね。5個、5匹。あ、出てた。6匹。これ6匹。はい、2、4、6匹。7個。はい、7個。8個。8個。9個。この辺まとめて産んでんね。9個、10個。違う、10個。11個。どうやらこれで終わりっぽい。よし。ちょっとね、乾燥してたんで、少し水足しました。これでね、ちょっと様子を見ながらもう一回セット組んでいこうと思います。でも、もう一回ぐらい繰り返したらもう10匹ぐらい、10個ぐらい産むと、まあそこそこ取れてる計算になるな。どうなんだ。
カブトみたいにバーッと産まないのかな。だいたいこれがね、1ヶ月か。で、ちょっと固める。ちょっと軽めに固める。こんな感じでね、あんまり固めにはしないかな。ちょっと固める範囲を増やしてみよう。よし、これぐらいね。よし。引き続きね、これ、2メス体制でね、産卵セット、もう少しね、産んでもらおうと思います。2メス入れた割にはね、あまり産んでないなって感じでしたね。はい。といった感じですね。引き続き、こちらは手探りって感じでやってますので、正直ね、産卵セット、いまいちよくわかりません。まあ一応取れてるから、失敗じゃないけど、なんか飼育うまくいったっていう実感もないような感じです。一応は次世代つながってるし、で、この子たちの幼虫はね、もう今帰ってるの、さっき確認したんですよ。幼虫は孵化してるんで、一応次世代にはつなげたかなって感じです。まあ、期待せずにね、このまんま、だらだらとね、産んでもらうことにしましょう。というわけで、本日の動画はこれで終わろうと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。なんかようわからんけど、うまくいったとか言ってね。手応えがないって感じだね。